ここやな。先行け。どうした、なんでおるの先に。もともとこの脱獄はあんたが計画したもんや。それからあんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや。何言ってんだお前。俺はもう何も失敗しとうない。絶対絶対に後悔しとうないんや。それにあんたは嫌なやつかもしれん。せやけど俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。 お前やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ、刑務官が来てまうぞ。佐島、佐島、早くしろ。佐島、何してんだ、早く。あんた、先行け。あ？何言ってんだ。俺はあいつらを足止めしとく。あんたは先に海に飛び込んで逃げろや。佐島、はよせ。Yeah!
なんで？なんかよ、後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ。それによ、お前が二人目だったんだ。信じてくれたのがよ。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地に上がれるかどうかが問題だ。お前には時間がない。先に行け。そやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。あんた、それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ、形はどうあれ、俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。佐江島。佐江島。佐江島、こっから無事出てやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組めば最強だ。東上界、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。浜崎、だからお前はこっから浜崎逃がさねえぞ。さあ、佐江島、キリュウだ。こっから出たらキリュウって男のとこへ行け。何やと、何言うとるんじゃ。おい、そいつは沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、浜崎、おい。うわあ、何すんだ。離せよ。おい、うおい、やめろ。おい、やめろ。うわ、
浜崎！くそ！